始まりました。プリマダンダのオンスタープリマダンダの河野です。野村です。この放送はナンバーグランド花月1階 ES シアターサテライトスタジオから2時間の公開生放送でお送りします。何いつもと違う。作家さんがね。そこなん。あ、いやいや、ごめん、お客さんの反応こっちやろ。お客さんの反応を野村が言ったのかなって。ごめん、オンエアちょっと始まる前に野村かなんか笑顔を振りまいてみたいに見えなかった。ああ、いや、じゃあその俺この前通って、なんか何やってんねやろとかっていう子に足止めてほしいのもあるし、なんか気になってやろから、いつもあの嘘みたいな笑顔振りまくってもしてて、なるほど。でそれを作家の子がちっちゃい声で何してるんですかって聞いたから、笑顔振りまいてんねって言って、ほんならなんか急に何の関係もないのにいつもと違うみたいな。俺は山田さんに笑顔振りまいてねって言ってたもん。作家の山田さんに。それはなんでかって言ったらブース前のお客さんがいつもと違う作家さんがおるって見てるんかなと思ったから、さあそれでいつもと違うって。ごめんごめん、がでごめんごめん、めちゃくちゃなスタートでしたがスタートダッシュが最悪ですが、あのね、まあみんなこう学校とかお仕事いろいろされてたりとか、まあニートも言うでしょ。まあ分からんけどね、いろいろね、家で聞いてるとね。俺はニートを全肯定するから。全肯定ない。全然あるよ。まあそれはあのね、まあ、僕はね、とかくこう学生時代から集団生活っていうものがすごく苦手で、やっぱこうみんながやってんねんかやりなさいとか、みんなができてるのになんでできないのをずっと言われてきたから、なんとなくこう学生の18歳の野村少年のイメージではどうやら聞くところによると吉本は違うぞと。これ結構好き勝手できる会社やぞと。まあテレビ見てても芸人さんって結構なんか自由にふざけてるというイメージあるしな。バンドもやってたんで、バンドと両天秤をかけて、まあ他にもいろいろ事情はあったんですけど、まあ何より親孝行がしたかったから、でバンドでロックバンドで売れてもお母ちゃん世代お父ちゃん世代は聞いても分からへんって良さが。ほんなら吉本入ってお笑いやったらテレビに出る、で漫才やるコントやる、あこれは親喜んでもらえるな、じゃあ、まあお笑いの方をもっと頑張っていこうかなっていうのがまあ当時ちょっとあって、まあやりだして、まあそのせいでえらい目を追ってるんですけど、まあまあこれ10年目ですからね。我々今裏切られ裏切られ、親は喜んでる。今は親は喜んでる。まあな、まあそこはそこはまだね言われてんだけど、そのやっぱさ、よう言われんねんけど、まあ最近ちょっとなくしたんやけど、あえてな。まあそれも河野は多分勘違いしてると思うんですよ。まあ僕何ちょっとこのラジオとか舞台とかで言われたことあったんですけど、僕楽屋基本いないんですよ。はいはいはい。っていうのがさっきとの話と一緒でね、やっぱこう大勢で一緒の空間におるってのが僕にとって苦なんですよ。だからまあ騒がしいし、劇場って個別の楽屋じゃないからね。もう大きくもう10人20人ガンと入ってるから、いろんな話が飛び交ってこう全部が入ってくるからもっとしんどなんねん。だから本番前は極力一人でポツンとしてボーッと考えて、でもう自分の出番が来たら出てやることやってが一番楽なんですし、一番やりやすい、楽しいんですけど、周りからするとまあまあ分かるんですよ、その意見もね。みんな入ってんねんから、みんな楽しいやってんねんから、わあ入らんなお前もうカッコつけんねん、これは分かんねんけど、いやそれは得意な人苦手な人おんねんから、まあまあっていうのがあったんやけど、全く別の案件で僕が楽屋を使わないことを縦になんかごちゃごちゃっていうのが一回あってね。でそれで、あ分かった、ほんなら俺が楽屋入りさえすりゃお前らここやんねんなってのがあったから、最近こう楽屋を使い出すようにしたっていう経緯があって、まあそれは劇場なんでまだあれなんですけど、もう思い言わさずね、営業の楽屋ってまあ一個しかないもんな。ほんそう一緒やんか、一緒、全員一緒だからな。もうこれがね、ほんまに難しいねんけど、例えば当たり前の話ですよ、喋りたい人がいれば喋るし、喋りたいことがあれば喋るんですよ、なぜ僕が隅っこの方で一人でいるかってことは、喋りたい相手でもないし、君たちが今盛り上がっている話は僕は面白いとは思わないよ。まあまあそれは別にそんなもんや、喧嘩売ってるんじゃなくて、だって興味のある話、興味のある話ってあるからね。それはでも例えば処世術として人付き合いとしてそこに参加しておかないといけない、そんな理屈は分かってるけど、これも話戻すけど、吉本はそんなんじゃないと聞いてきましたかと、そんなんは僕明るいんですってしてるやつがやりゃいいと思ってたから河野と組んだんですよ。まあどっちか言うたらね、僕は別に楽屋でおるタイプや。絆創膏どこ言うかそんな
イメージ なんで怪我してんの俺なんでもええねん言うてる内容はどういう状況やねん勝手なイメージでなんかすりむいてるやん絆創膏どこなんじゃあもう一個大きいやつみたいななんか何でもいいっすけど大きめの怪我してるやん俺どういう状況やねんイメージがねまあまあさあまあどっちか言うたらなタイプ的にはこの間の営業あったな堺の営業で堺のショッピングモールの営業で僕らとヒューマン中村さんとミキってね、はいうんまあ、中村さんはまだトーンがね、うんうん、おとなしい方やから、うん、まだ喋りやすいんですけど、うんミキとかね、うん、もう何しててもうるさいでしょうるさいわーってまあ結構箸役タイプどっちもがで河野とかがねすごいみんなやっぱ好きやから昴生、うん、とかが河野つっつくし、はいはいはい、で河野は河野でそれに返すしで亜生もね乗っかって一緒にわーってやってそうそうそうで中村さんもひょっと入ってきて中村さんまで何してるんですかわっはっはっはみたいなのをめちゃくちゃ離れたところでもう一人ぼーっとしてて野村一人おったその時なポツンとね うるさいな思ってそれを別に言う人はねだからさっきみたいな、うん、寄ってるやんまだなんか一人の世界観作ってますやんみたいな思ってるんですけどいや誰でも大小あるだけで、うん、それがたまたま僕がこのシチュエーションでこういう形を取ってるだけで、はいはいはいまたそれをいちいち言うてくるなんてこいつはナンセンスなバカだなって思うねんけども、うん、その日はちょっと違って、うんうん社員さんでね高山さんっていう方がいらっしゃって、うんうんはいはい、その人、まあ、キャリアも長い、うんまあ、お笑い芸人さんが大好きですっていうまあすごい情にあった、方で、うん、でもともといろんな統計行かれてたりとかもされてたんで、うんうんうんここ何年ね、うん、ご一緒する機会ってなかなかなかったんです最近まあ大阪帰ってこられてでたまたまその日営業一緒ででまあ僕が楽屋でそんな感じですよ、うん、でもみんなわーって騒いでる、うん、で高山さんもちょいちょい入ってきていや高山さんまではあってで終わってからなんかずっと高山さんと社員さんの声ってちょっと、まあ、僕と一緒で栄養に低くてあれなんですけどまあ悪いように言ったら全然聞き取れないんですよ僕はずっとなんか僕に向かってほんま野村さんがちょっと待ってずっとなんか言うてるから2人の時だから野村くんっていうのとおうおうは聞き取れておうおうでまあ俺見てるなと思ったからで机長机2つ3つ分ぐらい間開けてやったからおうおうで俺も荷物まとめてて終わりやからおうおうえってなっておうおうなんすかって言っておうおう近づいてようよう聞いたらなんか野村がほんま楽屋でみんな楽しいやってる時一言も喋らんとっていうの聞こえた勇気あって言うとまたこのアプローチ来たぞとこれどうしようってでも基本的に決めて10年やってきたから決めてんのはちょっともうすんませんやめてくださいよだけは覚えてますまあまあそこはね、うん、それ言うといたら大体の大人はまあまあ会話はできんねんそこでムッとするのはねそうそう昔はそれでお前に関係ないやろってムッとしちゃってたんですよもうええ大人やからもう分かったちょっともうやめてくださいすいませんでしたは用意してたんですよおうおうその状態で野村くんまたほんま楽屋で一人隅の方で、うん、あもう会話にも入らんとみたいな、うん、いやーって行こうとしたぐらいでええやんって言われた時、うん、そうそんなん言われる思わへんからであれやろ舞台出てったら出てったでめちゃくちゃこうまくし立てるように喋ってちゃんと笑いとってだからな自分のそのアイドリングとかなやっぱ野村くんの世界はなええやん見てたね見てた言ってたあそう俺もそっから何言うてんか分からんからずっとそう褒められたくてもうやってないから俺もパンって入ってきたのは野村くんってあれやね言葉を大事にする人やねって言われてたもんで無駄な会話せずいや舞台にこの言葉を集中して持っていく人やねみたいな感じ言ってたな意図してないのかな恥ずかしくて昔 LGK で初めて単独ライブをさせてもらった時に、うん、まあ新年会やったんですけど、うん、でその中で、うん、河野も、うんその時いたの作家さんが4人ぐらいを3、4人おったんかな、うんだから1対4ぐらい1対5ぐらいの対立を見せたネタがあって、うんうん、っていうのは、うんうん、僕はこれ面白いと思います、はい、僕はこれやりたいです、うん、で他の河野含めて作家さん全員がうーんってわからない大丈夫これ、ね、で他のネタはまあまあウケるでしょ、うんうん、これでいきましょうって決まってて、うんうん、そのネタだけうーんみたいな、うん、で俺はもうこれ絶対ウケるから、うん、ネタ順決めましょうみたいな、うんうん、いつもネタ順僕ものすごく興味がないんで、うんうん、だいたい作家さんと河野がなんかまあなんとなくねなんかこれはいけるから開けましょうとか言うてんのをそうそうそう流れをねゲームしてるんですよ、うん、ぼーっとそこはそうやな
全然今回は決まらんなと思って、うん、待てと暮らせと。で見たらそのうーんって言ってたネタがどこにもハマらへんとこれはどこに入れたらええねんと。いやいやいやってなって、まあ、僕も入って、まあ、ここちゃいますよ言って、でいざ本番迎えてやったら、うん、まあねやっぱりやってみて僕はすごく、うん、なんて面白い漫才なんだと思ったんですよ。もちろん M1 だとかには出せないですよ。何のネタ ?20 分ぐらいあったから、注文の多い料理。ああ、はい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 、はい、うんうんうん、なるほどね。そう20分ぐらいあるネタで、うん、4分には絶対できないんですよ、うん、で、お客さんがウケたかというと、うんうん、まあ滑ったにもなってないというか、まあ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 、本当にね何この話っていう空間やったんですよ、うん、なんかほんまにね、うん、あ、おっきい一個の泡の中に全員おるえ、いやで、なんか怖いとも違うん、なんかでも、ね、この浮遊感はこれはこれでええねんけど、うん、この泡から出れんのみたいな、なんかね変な時間 で、 なんかで僕はそれが心地いいし面白いなと思って、いざ終わったら、うん、アキナの山名さんがたまたま NGK いらっしゃって見てくださってて、うん、のむちゃんあのネタさって僕がやりたいってそのふわーっとしたね時間ができたネタ、あれめっちゃ面白かったって言ってくれて、うん、ああやっぱ刺さる人にはと、ね、やったおで、いやそうなんですよ、僕あれ面白いと思ってても全然みたいな、いやああいうネタっていいよねって山田さんにいつも救われたなと思ってて、で終わってからチケット売ってたら、チケット売ってないかな、終わってからまあ出待ちがとあって、まあ声かけてもらって中で、あのネタ面白かったです、このネタ面白かったです、いろいろ言ってもらうんだけど、一向にその注文の料理店のネタが出てこない、あやっぱこれそういうことやったんかなと思って、お客さんにはね、その当時あのよく来てくれてた中学生ぐらいの女の子なんかな、あのいつも車椅子で乗ってやって お友達が付き添いでいてて、はあはあ、うん、で、そんなにベラベラ喋る子じゃなくて、うん、おとなしい感じの、うん、でいつも柔らかい感じにニコッと笑ってサイン書いて写真撮ってありがとうございましたで帰っていきやみたいな、うん、終わったんですけど、その子が初めてもう睨むぐらいの睨む感じで待ってやって、俺なんでこの子こんな、あ、まあでも時間も遅なったからなんかなぐらいに思ってたら、その子の番が来て、ありがとうございましたって言ったら、今日 の、うん、あの注文の多い料理店のネタ、あ、そこまで出たことなかったの会話に、あ、はい、全くわかりませんでしたって言われて怒ってるよ、うわと思って、うわ俺めっちゃシャクに、なんかしかもよりにもよって、まあ、その普段あんな優しい顔で笑う子がこんな形相で分かります、 何なのか分かりませんでしたって言うってよっぽどやからね、ほんで俺はこれあかんことしたんかなと思って、あ、ほんまですか、でも僕ももう一個若かったし、うん、なんでそんな言われなあかんねんっていう気持ちもあったから、うん、でも僕はあれが面白いと思ってるんでって言うてもんで、ほんなら、いや分かりましたって言われた、そう分かりましたっていうのは、うん、そう 俺が今言ったことについて分かりましたじゃなくて、うん、見てて分かりましたと、うんうん、俺が面白いと思ってるっていうのは、あ、はいはい、分かりました、おうおう、何なのかあの漫才が私には分かりませんでしたけど、でも文学でした、お疲れ様でしたちょっと待って、どういうこと、もうそういうと、なんていうか人それぞれの感じ方というか、なんやろな、なんかそれはな、言うて、もう映画とかそっちの感じに捉えたわけね、なんやろな、なんかでも作品としてそれはそれで刺さってんやろなと思って、まあ後にも先にもそのネタはほんまにやってないです、やってないね、確かにその一回きりやね、もう覚えてもないもん、なんか言ってたから、なんか大まかなんは覚えてるけど、だ俺もう分かってんからね、やっててそなんとなくしか、そのこっちも演じるか、まあ、野村は野村の描いてるものがあるけども、だそういう作家さんと別れたのもそうやと思うな、でもおもろい、なんかおもろいなっていうのは分かんないけど、その明確な部分は未だに分かってない、でもだからほんまに没後めっちゃそうやな、あのネタはもう一回見たいな、今VTR があるのなら、あるんじゃん、あるよな、多分 NGK でやった単独ライブのちょっと見て見返してどう思うかな、今となってみて、
でもやっぱ昔のネタ見たら、うん、ほんまに腹立つこといっぱいあるけどな。腹立つ自分のな。ああ下手やなとか、まあ前も言ってたな、 YouTube に上がってたりするけども、そう思うと今うまなってるけど、でもこの時のあの味が出せてないなとかね。でもそんなあるんですけど、やっぱすごいな、こうのはマジで変わらへんよな。よくないよな。ちゃよくないよ。じゃそんなん、いやよくないやん。そんなん取りようやん。いやいや、俺さっき言ったよそういう話を。そうお前は取るといいのなら取ると損やで。お前そんな風に取んねやったら、あ俺のことバカにしとんなこいつってするだけ。いい風に言うてよ。じゃあその何がわその捉えてもそうな。そうだから、何も変わってないって言い方がちょっと、そう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 、あれ成長が見えない。よくないやろ。余計悪いやな、ほんならなあ。いやすごい変わらんけどいいものがあるみたいな、な、そういうのやったらええけども、そんな、なんか指輪みたいな感じじゃないよ永遠の輝きみたいなさ、エンゲージリングみたいな感じで売ってくれんのもあるけど、いやいや、まあそれはね、冗談で言いたかったんですけど冗談にしてくれや行きましょう。さあ今日のオンストメッセージのテーマ、今日はですね、最悪だったデート、うん、最悪だったデートです。メールアドレスは onst@esfm.jp onst@esfm.jp まだまだ受け付けております。ぜひぜひ送ってください。それでは今週も2時間お付き合いください。 We love music, SFM。 それでは今日の1曲目です。ヤバい T シャツ屋さんで集まれパーティーピーポー。Baby
この時間にはゲストの方が来てくれております。野村君お願いします。ミートバイバイの田村尾の上中村です。お願いします。よろしくお願いします。いやもうええって来んの早いね。ええって。大体一月二月かけて来るから。先月来たやろ。レギュラー番組獲得。ありがとうございます。ありがとうございます。まだやってる。前向きに捉えてるけど。全然前ちょっとこう聞けなかった、はい、ちょっとやっぱ女性のなんかいろいろ聞きたないわ。聞きたないわお前。別に一生期間のシーンでもええわ。あんまり言わなくていいかもしれないんですけど、ね、この前の時に河野さんがうちの中村タイプやっておっしゃってて、言うてないな。言うてた言うてた言うてない。全然言うてない。これ終わった後に中村がほんまに LINE 来たらどうしようって言ってたんで、多分か中村的には多分ないです。な、ないやろお前。なんで俺が振られなあかんねん。先輩後輩でちょっとないって俺がまず。どんまいどんまい。どうも一番腹立つね。じゃあどっちかって言われたからやろ、その時なんか。でもどっちかって中村なんでしょ。でも私は中村もないっていう。どっちもないからまず。いやいや、どっちかで中村言ってるからね。喋るなお前。お前喋るな。どうなのそのタイプのところは。ああ。え、私のタイプ。好きな男性のタイプ。どなたのタイプは。あ、ちょっとやっぱり S 系ある方が。燃え上がる。ああ、そう。燃え上がるの。燃え上がる。え、お前があの M ってこと？いや、違うんですよ。なんだ、それグイグイ引っ張ってくれるみたいなこと？S 系ある人をさらに。いじめたんです、そういうことなんや。いや、そうなんですよ。そうなんですよ。その普段、はい、M の人とは嫌な。ちょっと、はい、どついて、ありがとうございますって言われたら気持ち悪いんですよ。おどつくんかよ。どついて、例えばですよ。そんなにでもさ、向こうの方が強いのは嫌な。結局、自分が上の方がいいってこと。いや、そうですね。やっぱりカカア天下に憧れてるんで。うわうわ、そういうことや。ほんまに強い日や。じゃ たまに、はい、そのバイト先の男の子とかに恋したみたいな、言われるんですよ。そのネタ合わせの時にそんな話も全然興味ないんですけど。で、僕はもうすぐ離脱するんですけど、この二人、中村と尾上で、もう中村からこう相談を受けた尾上も真摯に答えてて、30分ぐらいも出会い無駄な時間が、どうせ成就しないんですよ。いやな、それは分からへん。そう、でも最終的にはミオちゃんって呼ばれる仲になってたんですよ。え、あ、下の名前ありがとうございます。あれ、それで喜び出した終わりです。ちょっとな、ちょっと脈があるんかな、それって。いやでもね、いや制服なんですよ、バイトが。で、しゃがんで、しゃがんだはずみにズボンのボタンが弾け飛んでしまったんですよね。どっちが今私が、それを好きな人に当ててしまったんですよ。ちょっと怪我させちゃったんで。めっちゃええやん。めっちゃコメディやん。そんなことあんの？女の子がボタン飛ばすな。成就しなかったんです、この恋は。そうなんです。ボタン当てられた女と付き合わんやろ。私のローズマリー。ちょっと気がつかない。いや、よくないやろ、それは。いや、悲しかった。次頑張ります。頑張ります。どうぞ。それなんで相談乗ってあげんの？それあんのか、お前も経験が。それ私も一度だけ付き合ったことがありまして、それが二十歳の時なんで10年前ですね。全部古い思い出やな。その経験を巡らせて中村にアドバイスしたい。もう差がついてるやろお前。10キロ以上痩せてたもんな。まだまだちょっとピカピカ。乗ってあげるの。そうだ。いや、こっちかこっちもそんな、あの尾上がなんか好きな人できたみたいなのとかもあんの。いや、声出せや。いや、そうなんですよ。その出会い系で出会い系もう多いね。女芸人と、なんかお前誰やねんみたいな若手出会い系多すぎる。多いねんって。やめろ。出会い系のアプリ、なんその女芸人がやったらしいけど、はい、男芸人ばっかり出てた。男芸人もやってるから。もうどことどこでやりすぎ。なるほど。3人に1人は出てくるんですよね。そうらしいな。お互いにいいねして LINE 交換します。劇場で交換せよ、それは。すんな、アプリ使うなや。ほんまそうなんですけどね。それあった出会い系でいいなって思った。そうなんです、本当に LINE 交換まで行って、その会う日まで決まったんですよ。で、僕はじゃあお店予約しとくから、あの夜10時に、あの引っ掛け橋のスタバのとこで待ってるねって。おうおうおう、あ、分かったって。おうおう、で、前日全身服買いに行って、おめかししてな、おめかしの服買いに行って、おうおうおう、よしって言って寝たら朝5時頃に LINE 来てて、ごめん、俺今事故に遭って夜会えんくなった。いや、これ一度や
2回目怪しいやろお前朝5時なのに夜10時やろえ、来れる、ね、これえこれ男が不安になるパターンですねあれこの子会っていいんかなって不安になって怪しい怪しいなお互いにもしかしたらちょっとネズミ行こうと思っちゃったのかなそれ恋愛系のやつって言ったらなんか写真とか貼ってるわけよあ、入ってますかわしいあんのその一番いいみたいな写真をつけてんのはい、詐欺者をあ、今持ってきてないすいません見たいなぁ見たいですか、はい、携帯なんですいや、ちょっと見てみたよな どれぐらいその女性の詐欺者は変わるのかっていうな、はい、実物とすんごい可愛いじゃあ可愛いないでしょすごい可愛いじゃあ本番会った時にがっかりされんねんから、ね、いやいやでもそこまで戦闘来ないでしょまずまずなそう、ね、いやこっちももう30やからあの分かってもらわんとまず巻いてなそうですそうですそうかそれでも無理やったら無理で離れていってくれてもええしそうですチャンスはなはいチャンスはもう幅広くそうですそうですたまにその舞台終わってチケ売りちょっと今日できるみたいな言っても、うん、そう今日はちょっとあのデートあるからえデートあんの出会い系のデートがあるから僕の気持ちにも僕も一応ね気使ってあいいよとは言うんですけど僕の気持ちにもなってくれるんでねまあまあガンガンなそういうとこでいいガンガンそういうとこ危ないでしょガンガンそういうとこで何で話できるやんあまあまあそれは危ないことに巻き込まれるなよいやそうそうですよそれは僕はそれがね心配でね一応ねないけどなお前はいやいやいやあってもないしいや多分大丈夫やけどすぐ河野さんに助け求めますいや連絡してくるな嫌やわ絶対嫌やわ何もせえへんで俺助けにもいたんではなんで可愛い後輩やでほんま可愛い後輩としてはな可愛、はあ、いとしてはそうでしょ田村はどうだこう2人がさないここはいやナイスナイスだからねこの前ねこの前ねツイッターで見たんです後輩なんかあげたよなツイッターで、そうなんです自分の花言葉みたいな、はい、友達が送ってきてくださってあの動物占いみたいな感じで、おうおうあの花言葉で、あなたの花言葉が一途な思い、おうおうあなたは一途な恋とか一途なあの仕事に向けて成功を満たす人ですっていう、うんうん、それをそのね、はい、そこをスクショしてたんかな、あ、そうなんです、スクショしてたらそのたまたま、はい、なんその。あのお偉いさんが言ってる言葉みたいなところに田村みたいなの入ってたんですよたまたまほうほうそれを後輩が見つけてほんまこれ付き合ってるのやっぱり田村さんが入ってくるんですねみたいな言ったんですよほうほうツイッター上でいじったんですよほうほうやっぱり田村さんと結ばれる運命なんですねほうほう言ったそしたら尾上否定せんと内緒って言ったやろとか言うんでしょこいつだからほんまにそう見てる人はほんまにあるんちゃうかみたいなここないですから短い付き合いやけど、はい、なんかこの上の乗っかり癖は、ね、もう適当に言いよるんですよその場がちょっとふわってなればいいかなって適当に言いよるんですよでもな分かる絶対ないじゃないですかしかも文面だけやったらなそうなんですよニュアンス伝わんかもしれないしなんか一応その女やからあんにその画像もわざと載せてるんちゃうかってお客さんに思われたらね、あーそうかね、あんなかな女の子特有の分かる人に分かるぞツイートやとうちの男ですよっていうのそう思われたらどうすんねんとで、こいつも絶対見てるはずなんですけどスルーしよるんですよそれもなんかな ね僕はもうバイト終わって見たら後輩とその絡みしててでそれで終わって2時間ぐらい経ってるんですけど否定せーよ否定せーよ確かになでもなんかこれもラジオでわざわざ田村が喋り出すっていう、うん、なんか振り返る違いますよ、うん、やってるやんじゃんいやお前やってるほんまに否定せえて内緒ですよ違うってよお前もフフフじゃないってフフフじゃない最低なのどういうつもりで見てんのお母さんとお父さんそんな感じシークレって何もないですからね何もないですからねそれ何にもないよえ、なんでですかあのね、田舎の車とかねその平場ってたらさ本当にお前らないんとか聞かれるじゃないですか私たち本当に一切ないんですよいじりが聞かれないんですよね聞かれないんだよなんかね
聞いたことないもんだってあるかもしれん、ね、それめちゃめちゃ怒ってるんですよね、そうリンゴさん、女芸人祭りでもリンゴさん絶対田舎の車とかカエルテさんいじってたのに男女コンビやからな、はい、する僕らだけ今日はどうやった、えさいちいちさお前な俺が声抜いた後でチクチク怒ってくるくせに拾うなよ俺がまあリンゴさんはなって言ったのをさあ何ってちゃんと言ってよ何じゃない、まあ、そんなことないわ、そんなことないわ言っちゃったこれ特殊やしな、この女2の男1ってそうです、ね、あんまないトリオやし、はい、ないでしょう、でもここは多分永遠にこのこっち側はもちろんないもんな、そいや僕からもないですって、河野さんとは違うんですって俺が一回女性陣の話聞こう、いやちょっと待ってくださいって、そうです、ね、ありな田村のこと、いやちょっと男としては見れない、いやまあやっぱりなんで振られた感じになるんですか、すいませんごめんなさい、ありですね、はいってもうなんでそれちゃんと否定せんから上がって、はい、じゃあここで何番グランドかけていくか変な感じで終わっちゃった、吉本47ごと父まで売ってる商品を紹介します、今日はですね、はい、香川県の香川本高かりんとう甘口という商品です、はい、はいかりんとう、まあかりんとうなんですけども、この唐辛子が入ってるんやけど、かりんとう、中でもその中でも今日は甘口の方なんでちょっと一回食べてみてください、甘くて辛い、甘くて辛い、うん、甘い辛いうまい、いやもうあんせんでええねん、あんせんでええ、どこと付き合ってるんだよいただきます、いやわ口からかりんとう出すなあ、美味しいですね、わっ、いい、甘い、甘くて、あ、でもピリリとくる、下に、あ、そう、はい、甘さもあんの最初みたいな、最初甘さ、はい、最初甘さ、ほんまですね、後からピリッと、後からこれ中村好き、うん、好きやね、これは、うん、シャク打ってくれおかずみたいな、ご飯に合う感じ、うそやん、いや、これおかしい、おかしい、うそやろ、おかしいやろ、おかしいやで、これお前、これで飯食うんか、きんぴらごぼうみたいな甘辛、甘辛甘辛ね、甘い、さっき裏で、今日はスナック菓子だ、言うて言ってましたよ前黒豆やったんで、スナック菓子喜ぶな、正面や、少女ちが喜ばん女なんですいません、ね、お値段はこちら540円で売ってますので、ね、はい、買ってみてください、はい、美味しいです、さあそしてミートバイバイからお知らせもあります、はい、お願いします、明日ですね、8月23日、うん、19時15分から、道頓堀のザザポケッツで、うん、僕たちミートバイバイと、うん、カスタネットと田津原リオン、同期3組で、うん、1、2の3の3というライブをしますので、うん、ぜひ来てください、まだチケットありますので、はい、はい、そうですね、はい前来た時もそうやってトリオとコンビとピンって飲むねーとか気づいたのに、ここだけなぜか田村が詰めたそうですね、はい、そうですね糸踏んでくれたやろ、ほんでこの子ちゃんが前もしたやまた来てんねん、また明日ですから、いよいよ明日です、ぜひ皆さん見に行ってください、はい、お願いします、他大丈夫かな、あ、はい、はい、大丈夫です、はい、というわけでまたね、ぜひ遊びに来てください、はい、この時間のゲストはミートバイバイの3人でした、どうもありがとうございました、ありがとうございました、それではここで1曲聴いてください、スキッパーに酒でファッション、白紙がいたフリーサイズブカブカのスニーカー、箸で固めた髪の毛くちゃくちゃにして塗りつぶす預けショー、心まで隠せそうありのままって何よママ Hey、病のついた氷柄の自分自身を探す、今日も特殊メイクフェイクファーも聞いてメイクラブ、少し強くなれた、いいねそんな君も真実だけど、顔洗って服を脱げばシンプルスタイル、悪いブサイクまたはキュートビューティフル、違いは何どこ刈り染めだろ、ハリボテより価値のある本物、裸になりましょうとことん、ああファッションはキリがない、見たいのはそんな君じゃない、未処理で結構ださらせれと感度感度素で出せよ己、口で言うのは簡単だものね、混沌のようにほとんどゴミみたいな扱い受けても恥じらうな、間違いないってあれよ What's up、 お前がお前であるということに誇りを持てない少年少女、多数派有利の勝ち負けアホらしい、かかってこい要件どうぞ、カッコつけるのもありだがたまにはボロ負け、話にまみれて転がれ、そこまで行ったら逆におしゃれ、逆に飲まれるな人生脇役、ほら可愛い顔して中身が泥、本当の私はどこ、汚くて当たり前の人間だ、笑ってる俺は真剣だ、ハンドな
さあ今日のテーマは最悪だったデート、最悪だったデートです。では紹介していきましょう。和泉市ラジオネームたぬき鍋さんからいただきました。野村さん、コンさん、こんにちは。こんにちは。私の最悪だったデートはまだお付き合いする前にしたダブルデートです。知り合った男性2人、そして私を含む女性2人でまず最初にお食事をしました。気になっていた男性とお話もできて食べ物も美味しかったです。まだここまでは良かったのですが、そこからカラオケに行ったのが間違いでした。カラオケのフリータイムを選んだので終わり方が分からず、6時間4人でずっと歌いっぱなしになってしまい、雰囲気がどんよりしてしまいました。結局気まずいままこのデートは終わってしまい、それ以来この4人で遊んでいません。あの時カラオケにいる時間を計画していれば盛り上げれていれば楽しくなったのかなと後悔しています。お二人は後悔したデートありますか？ダブルデートね、なかなかな。カラオケでまず成功してるの俺はデートで見たことがない。人のもそうやし、自分もカラオケで何か、絶対しんどいやん。だって、あ、そう、音楽なんか一番趣味出るやん。まあな、もう今日でもそのなんか無理やもん。でもまあいきなりはいかへんけど、飯食うて飲んでちょっとじゃあカラオケ軽く行くみたいなのはないないない。あ、そう、学生の時から会ったことがないから。あ、俺ら世代って、まあまあまあ、まあ近いやん。うん、まあまあな、だオレンジレンジ、うん、とか学生の時やったね。モンパチとか、モンパチ、HY、 あー HY、 イナゴライダー、ロードオブメジャー、あー、そう、その辺や。何がええねん思ってたから。いや、その村はな、そうそう、俺でもそういうのを聞いて育った J-POP やろ。だみんなそれやねん。俺そうやもんな。うわー、なるやん、うん、でこの年になっても行ったら行ったで、うん、なんか懐かしなってみたいな時間くれやん。合わへんねん、もう。あー、でももう楽しまれへんねん。女の子特にな、そんな音楽詳しくない子もおるから、最初は俺もウケんねん。例えばじゃあフルパワーでエレファントカシマシを歌うと、めっちゃ本気ですやんとか言って、その場1回ぐらいウケんねん。で2曲目行って、いやもうやめてくださいってみたいな。だんだん曲がコアになるにつれて、もう女の子ほんまこんな顔になって。やめろや。じゃあ違う、分かってんねやろ。違う、やっぱそれやったら誰でどっかで聞いたことあるみたいな。な、そうあるやん、なんか、そう、それでええやん。くだらねえ、あ、なんか、あ、お父さん好きでした、お父さんってなんねんけど、まあ年代的にはな、もうそうやん。それがわーって進んでて、何度目の太陽だって言ってる頃にはもう、なんでそれ入れんの。知らんもん俺も今の歌。誰の何の歌今の。いや、エレカシの、エレカシのパワーインザワールド。いや知らんもん、そこまで言ったら。めっちゃええ曲やけど。いや、まあ、みんなが知ってる歌入れんと、やっぱさ、聴いてる側しんどいもんから。俺やん、でもなんかマイナーな曲わざと入れたからやつ。そんなんじゃないねん。ないからって。そう、盛り上げたいのはあんねんけどな。
だカラオケなんてもんは、うん、よほどなんか付き合いが深なってってお互いのこと分かってないと、うかつに手出したあかんものやと僕は思うね。ましてやそのなんか付き合い踏み込めてない段階で行くのはちょっと、うん、でもその二人っきりになれるっていうな、カラオケに行くと高校生やなんなん。それはでもさ、それはあるやんか、それだってあるやん、別どこなとどこおっても二人きりやん。で今ええこと言うたんじゃん今俺ええこと言うたんじゃん。どこって気持ちが、気持ちがあればってこと、気持ちがあればどこって二人きりやろ。違う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 、何年彼女おらんねんほんとそれのに。なあ、なんやねんその名言。俺マジで響かんて。マジでなんかさ、ほんまに粘膜とかさ採取して科学的な、うん、ちゃんと通したらさ、俺データで童貞って出る。ほんまに。そうやな、そのなんやろな、データだけで言うたらな。いや、なんやねんな。いやでもじゃあカラオケはカラオケの、だからその居酒屋の個室はまたちゃうやんか、その空間というかさ。居酒屋の個室ちょっとね、暗いやんカラオケは。なんかお前スケベ前提やん。じゃあそれはだってスケベ前提もあるよ、そのスケベ前提というか、じゃあ付き合うまでのさ、お前さあるやん、それは30過ぎてさカラオケスケベ前提ってめちゃくちゃダサいで。じゃあ俺安上がりな。俺はそれストレートでスケベのこと言ってんじゃないねん、そのなんていうか親密感が、わかるよ、その距離が縮まる。スケベに持っていくためのあれやろ。そう、距離が縮まる。俺だって嫁と最初結構カラオケ行ったで、やろ、うん、なんかだからあれやろ、二人っきりになってからの肩ももかみたいなことやろどうにかその持っていくためのボディタッチ、ブリッジやん。ああ、うん、でもあるやんそれは。だって居酒屋では無理ですやんそれで。かといっていきなりそんなんじゃないですやんか。いや居酒屋なんかが一番どうするかやん。だから居酒屋でどうすんの、どうするってどういうこと。何が居酒屋でそんな肩もむとかないやん、しゃべりやん。あ、それはな、そう、そこでまあ引きつけるのはあるけど、 その後やんか。お前それがないもんな、アホアホいいなお前。今ので確信したこいつ持ってるわ。うでやるわ。アホ恥ずかしいわ。次行こうか。兵庫県ラジオネームもっちゃんさんからいただきました。コンさん、野村さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。私の最悪だったデートは高校生の時です。高校3年生の時に付き合っていた彼氏と地元の花火大会を見に行こうということになったのですが、花火大会当日に彼氏が俺の原付で2人乗りしていこうと、うわあかん、うん、なぜか自信満々に連絡してきて、私は交通違反なことが分かっていたので絶対に嫌や、最寄りの駅からバスも出てるし電車乗ってバス乗って行ったらええやんと、お互い譲らず喧嘩になってしまい、結局その日花火大会にも行かず、その後お互い連絡を取らなくなり、そのまま別れてしまいました。今思えばそんな些細な喧嘩で連絡を取らなくなって別れるなんて若かったなと思います。プリマ旦那の2人は過去の恋愛なので若かったなと思うことありますか。まあでもそんな現地車乗って行こういうやつは別れててよかったと思う、うんうん、それは正解や、絶対あかん、その危ない、違反やそれは。ほんま、もし今頃結婚して子供3人ぐらいおったらマジでタイみたいな、子供3人と奥さん乗った状態で現茶でイオン行ってたかもわからない。日本ではないやろ、すぐ捕まるわ。でそういう感覚の、そういう感覚の彼やから、あかん絶対。あんのそのまあ奥さんというのか、うん、なんていう、黒糖帽そのめちゃくちゃやなお前、お前俺人の嫁のこと黒糖帽って言うてんの。ふがし、ふがしさんテレビで流れているなあ、おい、はいはい、おいしいやんね。もう冗談でもあかんで、そんな。何が冗談じゃないよ、冗談でこんな言えるわけないやろ本気で言うてんの、ほんまに黒いから言ってる。どういうつもりなんじゃ。あのだから何やねん、あんのその付き合い長いや、うん、その中で、あん時はまだ若かったなみたいな、あーあるな、それは。それこそまあカラオケ行って朝帰るやんか、うん、朝駅でめっちゃキスとかしてたわ
違う、そういうんじゃないですよ。聞きたいの。違う。聞きたいの。そういうことやろ。失敗だよ。失敗してなんか。失敗やね。今こんな、こんなしょうもない喧嘩してたなっていうリスナーに対してのことやから、その。じゃあ今となっては恥ずかしい。若かったなっていう。いや、そんな大事件までは発展してないけど、そうやな。若かったなやろ、うん、そうやな、自分の中では、ね、昔ね、うん、まあまあ今の子も多いんか、今俺後輩でも見るけど、彼女とこの辺歩いてるやついてるぞ、バカかと思って、今はね、っていうのは、例えばファンの人もね、この辺いっぱいある、いっぱいある、うん、人気商売やから、うん、お前もうちょっとなんかさ、そう隠せとは言わんけど、うん、なんかやりようあるじゃないですか、まあ、得はないわな、あんま大手振って歩かんでも、まあ、そうな、うん、でね、うん、そんなの知らなかった18、うんうん、入りたての時に、うん、彼女が難波で買い物行きたいよから、うん、ええー、よーって言って、うんうん、難波で買い物一緒にしてて、うん、手つないで普通に歩いてたんですよ、うんうん、18っすよ、うん、ほんなら先輩に会って、うん、え、お前何してんのみたいな、いやもう、えってなって、うん、お前よ、女と女と歩くなって先輩らに指さされて笑われて、あかんねやって、その時覚えて、うん、やけど女、まあ、その子と長いこと付き合ってたから何年か経って、うん、最近全然なんかナンバー方面一緒に歩いてくれへんなみたいな、あ彼女に、いやだからそ前も言うたやん、うん、みたいな、うん、だったら、いやなんか怪しい、ナンバーに女おるんじゃん、あそんなわけない、言う、でも分かるよ、言うてくんねん女の子は、あんま河野の嫁みたいなことを平気で言うかやめろや、いやうちの嫁も言うけど、でも言うよみんなそれ、もう分かった、あんなもん今日だけ行くけどもう、やめてな、もう変な感じでなんかなんの言うてなんかそう先輩おったらおったらちゃんと挨拶してやと、うん、でいざ行ったら、まあまあ当時なんて別にね、劇場でもそんな大して名前も出てなかった頃やから、うん、まあ誰にね見られるのも気にしてなかったんですけど、うんうん、ならもう結構よろそうなって、うん、だから今から帰ろうかいう時に、まあ、飲んだ帰りやって二人でチューしてやナンバス、うん、お前もう勘弁してくれやって、もうこれはさすがに、ああそうなんや、へえナンバでチューもしてくれへんねやみたいな、うわやめてやめて、誰どこで誰が見てるか分からんからって言ったら、はい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 っつってやったら、うわなんか全然こもってないと、そこそこっとつきたい思ってるけど、もう普段のな、そしゃあない、しょっちゅうデートもできてない、この追い目もあるから、うん、もう言うて若かったっす僕、うんうん、強く抱きしめて、うん、ねっチューして、うん、向こうも機嫌も直って、まあそれで直るんだな、なんか言うて、おうおうおう、ほんで次の日ぐらいに、うん、バクノスケ同期の、うん、飲むじゃん、お昨日見たでって、うわえトレンチコート着て女とキスしてなって言われて、その俺の服も服やしどこしかもナンバやし、はずいわ、めっちゃドラマみたいな、見られるねんな結局そういう時に限って、そうまだ同期でよかったな、まだ同期でよかった、先輩とかな、後輩もはずにな見られるの、後輩にも何回か見られてるからな、そういう彼女通るとき、でも変なことはないやろ、いや変やったらしいよ俺がそれは普段見ん野村の一面をってこと、甘えてるとかってこと、あーじゃない、どういう何も情けないところ、もうこれめっちゃ昔ね、ベロベロやったんすって、もうマジで覚えてない、ベロベロで、うん、駅におったんすって、でその後輩はあ、うん、野村さんや飲むぐらいで、おってはる、うん、俺がもうなんか駅の前でベンチかなんかにうなだれてこうもう座ってたんで、なんかブスブスしてること言ってるんですよ、うんうん、あーじゃあそろそろなみたいな言うて、僕はカバンの荷物を全部出して並べて、うん、さあみたいな何何何ロテンションみたいなことをで、うわわってなって、その後輩がちょっとこれさすがに止めなってなった時に、うん、俺のその当時の彼女が来て、まあ翔ちゃんまた出してって言って、ま、片付けて帰ってたと、で俺なん、うん、そう何回かそんなことあってんやん、やばいやん、全く覚えてない、それは恥ずかしいわ、めっちゃ昔、それしっかりした彼女さんやで、それその時のな人は、それをちゃんと止めに来てくれたわけやろ、でも浮気して逃げたではい、すいません、ちょっとね気まずい空気になりましたけども、またあの後半でもメールを紹介したいと思います。
以上オンストメッセージでした。力を合わせるプリマチャレンジ2017。さあこのコーナーは我々プリマダナが力を合わせていろんなことに挑戦しようというコーナーです。先週ね、一週勝ち抜きって言ったのがちょっと間違いあって、先週でもう2週勝ち抜きやったんです、なので3週連続で成功すれば賞金1万円やから、今日勝てばなんと賞金1万円ゲットです。そしてそんな賞金をかけた今日のチャレンジは、知ってて当然サマクロスケジュールチャレンジ。間もなく吉本興業夏の祭典サマクロが開催されますが、今回はその全24公演の公演名を言い上げることに挑戦したいと思います。制限時間は大サービスの3分間です。今回は知ってて当然なので完全ノーヒントとなります。もうおもんない、ほんまほんない。まあ今日ねいらっしゃらないですけど、服部さんね、いつもついてくれてる方がいて、こんないじめと一緒や、もうこんな、うん、俺ちゃうと思う。1万円をどうしても取らしたくないって言ってるってこと。でもね、我々出ますからサマクロ、知ってて当然ですよ。知らんよ、知らんくて当然、勝手に打たれてんねんから勝手に知らんイベント入れられて、そりゃそうよ。でも出るでしょ。出るんじゃん、出なあかんくなってんねん24公演あります。6カ所でやるのかな今回は。漫才劇場、イエスシアター、5階場、あ、イエスシアターで、ザザポケッツ、ベニツル、白芸で、クラブ6やないかい笑ってるで、笑ってるで6なんです、6カ所でね。なのでその全公演やって行こうか。じゃあとりあえずもう時間ないんで、いきます。サマクロチャレンジ用意スタート。何かもう分かったら言っていこう。ワイモト新悲劇、爆音、爆音、爆フェス、爆フェスか、キザキックステーション、よう知ってるよ、ビーフケーキ近藤かけるプリマダンナ村トークライブ、極みワイワイ大喜利、帰ってきたミートボール村、おお、何、かけるショートネタ、あ、あのな、極みショートネタ、極みショートネタ、バチボコ、あ、だいぶ覚えてるやん、あ、何やったか、あ、あれ口出しじゃないの、ラップ、あ、あるある、で、矢野さんが MC のやつもあったよな、矢野さん、あ、ロングコートダディと一緒にゲームを、あ、あれ、あれ、ハイテンション芸人のみたいなやつね、あったなや、でも普通に極みワイワイゲームワールドみたいなのがない、1回目の公演、あ、あるな、あれなんていうの、ゲーム、ゲームコーナー、極みハッピーカーニバル、お、極みサマーハッピーカーニバル、もうええやろそれで似たようなタイトルのイベントばっかあったよ、聞こえてるよ俺ら、極みやってるけど、極み何でも入れたらやろう思うなよ時間ないから、時間ないから集中して、何よ、あと何やったっけ、あと何やったっけ、あ、あれや、桜ライブ VS、三つ編み、もう覚えてない、あと何やろう、あれや、あの秘密クラブがね、あのなんかトークライブね、なんかイオリとかが出るやつちゃうの、白いこと、うんうん、で、そうやな、その白毛ベニツルでやるやつが何か、おー、受け取り出したらあかんで、ちょっと待って、ちょっと嘘やろお前、嘘やろ、何がや、公開生放送で何が、お前全員目撃者今見ましたよね、今普通にスマホ出してるから絶対調べるやん、何がそれ以外、それ以外今言ってもないようなやばこいつ怖っそうそう、それはブーですね、ごめんなさい、あと何や、ヒーゴのミュージックバトル今年ないんか、だから通常イベントでやってるやつか、アートじゃないやつか、クラブで
やるやつは何や、モーリーさん主催のなんかやつあんねん、ね、まあ、DJ ケリーので、バニーとか出るやつかな、うん、クラブ芸人のワイワイ、うん、ワイワイ、もうそれ入れてくれ、入れてても本当無理やねんから、覆ってるわ、ほんさっきのなサマーハッピーみたいなもん、もう入れときもなんか解剖来てんのこれ、こう出てるから、そこまでということでチャレンジ失敗、何があったんすか、何があったんと、ここだけトーク、森谷さん、ジュリエッタさん、吉田さん、ミキ、面白メロディーパーティー、あ、ギブンソンさんのね、鎌首ライブで、かけるサマクロショートネタ、あ、これもそうやな、で、歌うまハッピーか、あと4つ、5つぐらい、サマクロ映像祭、あと6つやったんやぐらいか、まあ、これもいけてたもん、言ってたもんな、言うてもほんまや、これ言ってた、これ言うてよ、かけるサマクロショートネタ、言った言った言った、これ言った、これ言った、これ言ったやろ、うん、ギブソンさん、俺ギブソンさんは言ってないけど、鎌首みたいなのもなんか言ってたで、俺言ってないダメです、ダメやってあとお前1万円もらえるか、お前1万円欲しいからってということで、またね来週1からの挑戦ですけども、まあやっぱ1万円はいつも取られへんな、この後5時からはさまざまな職場で活躍するプロの仕事人が本音を語るお仕事紹介番組、職業体感ライブをお送りします。そして今お聴きいただいている曲は ESFM8 月のリコメンナンバー、これさわでシンガーソングライターです。決議会、このコーナーはいろいろな物事に対するありすぎずなさすぎない A ラインのあるあるを我々2人が独断と偏見で決めていこうというコーナーです。さあ早速今回の議題決めましょう。今日の議題はこちら、今日はこちらです。夏の食べ物あるあるの A ラインあるあるです。なんかね、一回ちょっとだけやったと思うんやけど、なんかめちゃくちゃ押してて一瞬しかできなかったんでみたいなことですかね。まずありすぎあるあるは、ちょっと聞いてなかった、夏の何始まってんの、慣れるって怒るだけダメだって誰やねん、誰やねん、話聞けないんだから俺、入ってけへん余計さ、誰それ、余計入ってけへんわ、気が散って、なんでなん、なんで気が散ることがあんの、いや人が多いから入ってくる情報が多いのじゃあ、いや、あと何、昔来てて最近見えひんなと思ってた子が今、お客さん、トニオの列並んでたからなんでやねん、野村だったらトニオやん、なんでやねんと思って、そらだから同じ何か感じるもんがあるんちゃう、トニオに、うん、まあそうか、そらトニオやったらそうか、トニオ
こっち見るなトニオ、トニオこっち見るなトニオ、手振るな手振るな、だからほら投げキスしてるわ、野村の若い頃にそっくりやんだから。いや俺もやっぱビジネスオネーの時代あったから。ないわないわあんな時代、あんな時なかったよ。でビジネスちゃうよな、ビジネスじゃないもんな。あんま知名度ないんだから、ね、ごめんな、ごめんな邪魔して、ごめんごめん、頑張って。さあいいですか、もう一回言います、うん、今日の、テーマはトニオあるある。違うわ、誰がトニオあるある聞きたいね。なあ、あんのかトニオあるある。違います、今日は、はい、夏の食べ物あるあるです。なんやそれ、全く覚えてないわ。やったん、なんかチラッとやったみたいな言ってあったけどね、うん。まずありすぎあるあるは、かき氷食べたらキーンってなる、うん、まあねこれはね頭が痛くなる。逆になさすぎあるあるは、スイカと天ぷらを食べると爆発して死ぬ。もう意味わからん、食べ合わせが悪いって言われるからな、うん、でも爆発して死にはせんか。あそうな、食べ合わせ悪いって言うんや。うわそれをまず、それをまず知らんかったから、もう意味わからんとか言うてもらって、あそれの誇張やったんや。そう昔な、そういう食べ合わせ悪いからそれ食べると死ぬっていう。そう、そうなんや、うん、1個勉強になりました。はい、じゃあ今日は夏の食べ物あるあるをやっていきます。よーいスタート。まあいろいろな、広いけどな、食べ物やから何でもいいっていう。俺でも1年通して食うもんが狭すぎるからあんまない。夏やから言うて変わってせへんの。おだから、あの冷たい食べ物が基本あんま好きじゃなくて、だから冷やしなんとかがもう全く。そばも好きやから食うけど、ざるそばあんま食わへんな、夏場でももう汗だったらかきながら、そう熱いそばに一味ぶわーかけてくるから。いや汗かくやん、ほっといてくれよ。お前に迷惑かけたか。いやさ、びしょびしょで来られたら嫌やけどな。いやだから、ああザルそばのさ、とろろとかさ、卵入れてね、あのうまいやんか。いやあんまり。あそう、昨日からずっと調子悪いやん。そうやね、鼻と目めちゃくちゃくしゃみしてる。絶対アレルギーですよ、なんかの。ええよ、もうほっといてあげて。そうめんは？そうめん、そうめん、まあスッキーは好きやな。やっぱ食べたなるけどな、夏。でも別に夏に限ったことじゃないな。え、でも夏しかあんま売ってないコンビニとかやったら。いや、ある、年中置いてるよ。置いてる？置いてる？置いてる。ほんま？置いてる、マジで置いてる。ほんま？ああ、そう。あんま食べたいと思ってないよな、冬はやっぱり。だから夏になると食べたいと思うから多分気にして見てんだろうけど。俺だから、まあ、これもベタやけど、うん、いわゆるその夏に暑いもん食いたいし、冬に冷たいもん食いたいっていう、うん、あれやから、うん、もうそうめんもどっちかやったら冬食うな。冬場、冬にそうめんなんか食べへんわ。自分で湯がいて氷でちゃんと締めて、ことが多い。夏にわざわざそうめんってないよ。ないですよね、あんまりね。冬にそうめん、そう、まず食べたいと思わないですよね、冬に。夏はね、なんかこう冷たいもんって。いやいや、それぞれやから、もう君たちとは結婚できないね。いや、そこまで言うたりなや。分かれへん、合わせてくれるかもしれんやんか、そういうな。したくもないやろうけど、でもほんまに、俺、そやな。だから夏の食いも、何？何？夏の食いも？夏の食いもん？ちょ、聞いてない。だから、まあ、スイカとかやろ。スイカ、まあ、アイスクリーム、アイスやろ。スイカも好きじゃないの。俺、種あるもんと骨ついてるもん嫌いやから。めんどくさがりやな。めんどくさい。まあ、確かにスイカ、スイカ確かにそんなうまはないよな。あ、そのタイプな。うん。おったおった。ごめんごめん、それは、まあ、好みやからさ。あの雰囲気でさ、海で食うよ。そのキャンプとか行ってとかしたら。海で食う？うん、スイカ割りしてさ。海で食うたりするやん。海でスイカ食うか？食うやん。川やろ。冷やすやん。スイカは、いや海なんか持ってってもあっつあっつなって食われへんやん、スイカなんか。あれ、でもスイカ割り海でやるやろ。やるやん。食うか？食うやろ、割った後は。そのまま掘って帰れへんやろ、割っただけで。それ食うよ、食うよ。多分冷やして、なんかボック、クーラーボックスの中に入れてたやつを出して、割って、食べるよ。さ、キンキン冷えてないけども。でも、俺家でわざわざ
勝ってまで食べたいって俺思ったことないな。いや俺もな、なんか兄貴が好きやからっていうのでよく家に並ぶもんが多くて、スイカとかもその代名詞で、親父と兄貴はめっちゃ好きで、多分な、親父牡蠣とかも好きやから、果物、秋、秋、むくねんよ、牡蠣あるぞっつって、俺のお供やわ、向いてたわ。でもさ、この世代ってさ、あの甘さあんま転んで食わへんやん。そうやな。もう他にもっと潤沢に甘いもんがあるの知ってるから。親父とかも田舎育ちやしな。まあまあでもそうやな。スイカ、スイカのあるあるあるかな。スイカで、スイカのあるあるって何やねん。夏の食べ物やから。スイカのあるあるはまた違うんちゃうか。夏のあるある言うてんのに、夏の食べ物の、夏の食べ物あるあるやから。スイカあるあるは夏の食べ物ではあるけど、スイカのあるあるはスイカあるあるやん。え、じゃあ今日何すんの。どれ、いやいいんやろ、それ含まれてるやつがええやろ。スイカとかね。そういうこと。そう、夏の食べ物あるある、スイカとかあるよねってこと。いや、そんなおもろないやろお前。それ夏の食べ物のリスト上げていってるだけやん。ちょ、いや、それいいねんって。だって言うてやん、例が。何首かいとんねん。おい、こら。おい、じゃあかき氷食べたらキーンってなる言うてんねんから、かき氷のあるあるでええわけよ。わたあめとか。まあ、縁日祭り、夏の食べ物かな、わたあめって。夏の食べ物か。イカ焼きとか。夏、まあまあまあ、海の家とかで売ってるか。チョコバナナ。スイカとかでええやんか。チョコバナナ、縁日やろ。チョコバナナのつぶつぶいりますか。あー、あの振ってるやつ。見栄えだけのさ。ピンクとかな、黄色とかな。あれ、パラパラパラって振ってるよ。さあ、チョコレート、溶けてる柔らかいチョコレートと何もついてない棒状のさ、なんか味ついてないプリッツのもっと太いのみたいな、なんかこうカップに入っててさ、ベリって開けたらチョコつけて、で最後なんかそのデコレーションの粉つけて食うみたいな。俺デコレーションの粉つけたことないもん。あ、もうチョコのみ。あれもでもチョコやろ、デコレーションも。チョコを加工してるの。ねるねるねるね、もう寝たとこで食うもん。まのつぶつぶつけへん。最後に、つけたれや。それ考えてやってんねんから。いやよ。かわいそうに。ねるねるねるね作ってる人もそれ全部考えてやってやるやろ。ほんまに今までその俺が無駄にしてきたつぶつぶ集めたら敷布団ぐらいはいけると思う。めっちゃあるやん。多分ほん、ま、めっちゃあるで。それ詰めたら逆にお前ねるねるねるねどんだけ食うてきたの。俺めっちゃ食ってんの。何袋食うてんの。ほんまになんかめっちゃ好きやんか。表彰されてもええぐらい食ってると思う。でも今食べたらもう全然やろ。いや、うまいよ、今食っても。子供の頃はあれ作る楽しさがあったけど。俺子供の時からああいうやっぱケミカルな味好きやから。マジでケミカルな、科学的な、うん、色。いや俺色とか久しぶりなんか2年前ぐらい食べたけど、あー、うわーってなったね、味は。水道でさ、あのちっちゃい水入れるさ、端っこのやつペッてやったら、もう全然ちょうどならへん。すぐなんかちっちゃいからね、パーンって弾けて、ちっちゃいからあーって止めたらなんかもう半分もいってへんねん。そーっと入れて、でプルプルの状態でさっと入れたらな、なあ、じわって急に薄ピンクの粉が紫色変わって、足して練って、寝て寝る寝る寝る粉つけと食って、で余った粉を敷布団入れて入れんねん。なんで敷布団入れんねん。ほんまそれぐらい。なんで敷布団に粉入れんねん。じゃあそれ寝る寝る寝る寝のあるあるやろ。で、なるやろ。違うやん、夏の食べ物ちゃうからや。で、なるやん。いや、俺スイカはオッケーや言うてんねん。夏の食べ物じゃないねん、まず。夏の食べ物、アイスやん、アイス。好きなアイス。雪見大福、スイカバー、ガリガリ君。スイカバー食うんかい。スイカ嫌いや言うてて、スイカバー食うんかい。だ、どこに突っ込んでんの。
斜め上見て。いやスイカバーは食うね俺でも。うまいよ、俺も好きや。スイカバーうまいよな。でも子供の時からあの皮をメロン味とすんのはなんやねんってずっとあるよな。あ、そうなん。まあ、一応定番、まあでもソーダ味なんかな。あれなんか。でもメロンバーもあるやろ。メロンバー、俺メロンバー全然やねん。いや意外とうまいね。いやうまないって。俺は最近も好転。知らんわけちゃうねん。お前らスイカバー食ってんねん。なんやねん。いや意外とうまいね。あのマルチパックみたいな。メロンバー知らんやつに言うことやから。いっぱい入ってる。俺から出したメロンバーやねんから知らんわけないねん。ほんま最近ダメだ。そんな俺がメロンバーうまないっつって。最近ダメだ。食った。あのボックス。うまいやろ。最近のはうまいやろ。そうだから。最近のうまいやろ。うまないって。嫌いや言うてんの。うまいよ。俺もそもそもホワイトチョコは嫌いやから。あの種の代わりにな。そう。そう。うまいけどな。うまないよ。何よ女好きな雪見大福はもうまあまあうまいやな。雪見大福はもう冬や。そうや、雪言うとこな。何や夏、まあ、ガリガリ君ガスーパーカップ、ガツンと夏みかん、うわ出たガツンと夏、あのフルーツなでっかめのみかん入ってるやつやろ。あれ兄貴が買うてきた時衝撃やって。なあ、もう家出る時にちょえって1階から聞こえてきて、何もう大体もう兄ちゃんのその声のトーンで分かんねえ、嫌なこと言われるか、うんうん、何言われるか、ジョエーって聞こえて、うわ何お前冷凍庫のガツンと夏みかん食うなよああ兄弟ってそういうもんやん。どうしよう、俺も弟に言うてたそういうの。いいやんけ、お前バイトしてるやんけとか思ってたけど、俺7つ空いてるから。サクレレモンもうまいよな。わお前好きそう。俺好きやねん、サクレレモン。食ったことないわ。嘘、上にもおるやろそんなやつも。嘘マジで。サクレとかシャビーとか好きなやつ。あ、シャビーな、オレンジのな。俺でもレモンの上にも丸ごとレモン乗ってるやつですわ。あの輪切りのカチカチなってるやつ、あれを崩しながらな。学食です、食ってるやつおったわ。うまいね、ちょうど。俺あれ好きや、メロンの器入ってる。うわおったわ、よう家にもあったわ。あれ微妙だったわ。うわ嫌いそれやった俺ミルクの、ミルクの卵みたいなやつは、ゴム、おっぱいアイス、あの上のハサミでパンって切って、最後ビュルビュルビュルって出るやつや。うそやん。食うたけど、好きは好きやけど、別にそこまで上位には食い込んでこうへんな。メロンのカップのやつが俺ん中ではもうシャトレーゼやろ。何シャトレーゼちゃう、違います。違うあれシャトレーゼっていうお店ですよ。あれに売ってませんでした。うちそれで買ってましたわ。絶対に。カッコすんなよ。カッコすんなよ。違いますって言われても絶対あったから、俺の記憶では絶対買ってました。そみんなが思い描いてるやつはね、もう安っぽい100円のね。そうやね、シャトレーゼな、その6個ぐらい入ってんねん。6個ぐらい入ってね、ありましたよね。 6個のメロン6個ぐらい入ってるやつやね、ありますよね。それじゃないね、それじゃないね、それちゃうの。1個のそうで、あのね、蓋のところにビニールがこうくるまってる、そのなんかもう1個ワンサイズちっちゃくて連なってるやつやろ。そうそんなんそれじゃどうやねん。違う、1個で1個のやつ。そう、あの贅沢感ですよ。あれがもう全然違う。ちょっとでかいんよ、ちょっと気持ちでかい。何言うてんの俺ら。アルバルバ出てへんで。あずきバー好きですけどね。俺も好き、あずきバーは。ガッチガチやな、硬いな、あずきバー。ちょっと溶かしながらな。あと、蓬莱のアイスキャンディーがうまいね。うまいね。あれうまいね。うまいよ、フルーツ。俺フルーツ好きやね。そうですか。ええやん、喋ろうや。喋ろうや。何よ、シャトレーゼみたいに。何やお前、喋ろうや。うまいな、ミルクキャンディーな。うーん、551のな。もうチョコと抹茶が好きやな。チョコあったな。あるよ、抹茶うまかった。チョコはあんまりやな。あとあれ、それも100円のなんかブラックって書いてるチョコのアイスね、あるっすよね。バーバータイプ。バータイプ、きっしょ。棒付きのとかでええやん。なんなんバータイプ。言うんかお前、普段か。お前子供できて、おーバータイプのアイスだよ。なんでそんな喋り方やねん。だよは言わんやろ、まず。何それ。これがいわゆるバータイプのアイスだじょー。言うんかお前。
なあ何それ言わんよそんな語尾で。棒タイプ、棒付きのな、うんうん、ブラック、ブラックって書いてる。安っぽいねんけどそれがええねん、うまいね。俺そうやったらチョコバリやわ。チョコバリでしたっけ。もうそんなん嫌い。あ、そういうことの横にいっぱいアーモンド的なついたやつな。全然あれめっちゃうまいやん。好きなアイスしか言ってへんぞ今日。モナ王は昔キンキキッズ CM やってましたよね。そうやったらあのキンキッズやってたかあのチョコ入ってる方が好きやわ。何チョコモナカジャンボかな。ちゃうわそっちか。ん、チョコモナカジャンボがキンキキッズか。それはどっちでもええねん。かな。チョコ入ってるやつやな。チョコモナカジャンボの方が好きや俺。うん、モナ王よりちょっとパリッとするからチョコで、うん、何してんねん俺ら。アイスクリームも好きやけどな。もうええって。あのアイスクリームな、気抜いて上のドーム状の蓋パッと開けたらアイス全部持ってかれる。そうやそうやそうや、うーわーっていう。コーンに乗ってるやつね、アイスクリーム。アイスだからシャーベット気になるけどな。何コーンに乗ってるやつねって。なんか何やねん、大学出てますって感じの。どこがやねん。どこが学披露してる感じすんで。知識披露してる感じ何やろ。セブンティーンアイスは自販機の。何それ。セブンティーンアイスよかったの。あれ、白の棒の。そうプラスチックの。そう穴開いてる。あれうまかったよな。ボーリング場とかに呼ばれた。そう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 、あれの何味が好き。絶対合わへんわ俺。俺自分以外であれ選んで凍ってるやつ見たことないもん。でもまあクッキー&クリームみたいな。チョコチョコ&チョコチップクッキーみたいな。ダセー。ダサないやん。チョコチップクッキーかな。ダセー。何よ。子供の時はグレープよく売ってたわ。ダセー。解散や。ダセーダセー。解散や。最後何で解散やねん。グレープ、グレープやろ。うわ俺アンパンマン組もグレープやったわ。うわオレンジやろ。アンパンマン組はね、絶対これ絶対グレープですよね。オレンジやん、オレンジやん。絶対グレープで。いやいやいや、さっきあのボンタメでしょね、オブラートオブラート食ってそーっと剥がして、うわうわうわ、で一個ずつ食って、でその溝に お茶入れてで冷凍庫そーっと入れて、そう極貧極貧の遊びやったよな。でもやったな、やったそれは。出たな。凍らしてな。じゃあもうええねん。おい決めようじゃあもう最後。夏の食べ物あるある最後一個決めてください。過ぎてるやんけお前時間。だから言うてるやん。言えよ。言うてるやん。もうアイスクリーンぐらいで終わってったよほんまは時間的には。なんや夏の、うん、夏の何食べ物あるある。オッケー。え。うーん、あ、いや、ね、寝もいいんか。寝起きの声か。うーん、いい。うーん、決めるで。うーん。ちょっとやめて。そんな変な声出すの。全然出えへんわ。何？追い込んでみよう。じゃあ行くで。夏の食べ物あるあるお願いします。夏の食べ物あるあるは落ちてるもんでも食べてまう。そんでもないやろ。もうペコペコやん。夏はねやっぱ塩分が出てってるからなんかやっぱ入れときたい、ね、誰が落ちてるもん食べんねん。というわけでございまして、このコーナーインターネットストリーミングでも聞けます。今日の夜11時に更新されますので ESFM のホームページからアクセスしてください。以上 A ラインあるある決議会でした。それではここで一曲聴いてください。フジファブリックで若者のすべて。真夏のピークが去った、街は
や今メトアイズ、あ、これか、ね、あ、僕言ってんのこっち、今ごめんなさいね、ちょっとお前が言ってんのと違うって、 CM 中にメロンアイスをね、俺が言ってんのこっち、画像出しててね、全然ちゃうやん、まず色が違う、こっちダサいねいや俺が食うてたメロンアイスずっとこれ、でなんかこっちな、ちょっとな、うん、しょうもないくせになんかな、何シャに構えてる味すんねん、いや、こっちもうバカやねん、そうな、これがうまいねん、味、どっちも食べたことあります、違うんですか、ちゃうでしょ、あ、そう、こっちも知ってるよ、ほら、おい、誰の方、誰の方で全員で野村の方指さしてメロンボールアイス、これこれこれ、メロンボールシャーベットって、違う違う、メロン玉シャーベットや、こっちはメロン玉、パッチモンやって、パッチモンじゃないねんね、パッチモンのくせになんか、いや美味しいんやって、これこれ安いね、これでもここで237円ですよ、値段の話してないねリーズナブル、行きましょう、いいですか、うん、4ベース、今日はですね最悪だったデートです、紹介していきましょう、奈良県ラジオネーム奈良市のじゅんさんがいただきました、野村さん、コンスタン、スタッフの皆さん、こんにちは、はい、おいおい奈良市のじゅんさんに冷たいね、今の嫁と初めて東京ディズニーランドに行った時のことですが、初めて夜行バスというものを乗りました。その時に嫁と2人全然寝れなくて超寝不足で朦朧としたまま入園、そんな状態で乗り物に乗るまでに並ぶのに時間がかかり、ただ疲れに行っただけでした。帰りは新幹線でしたが爆睡した思い出しかありません。何やねんなんで奈良市の純さんって言うんだけど、奈良市の純さんってね、もうずっと吉本の間のつぼみ追っかけであるおっちゃんなんですよ、で僕らもよう知ってるし、うん、僕が給料日までお金ない言うたらお米をね、うん、なんか10キロとかの、もう野村さんこれで上をしのいでくださいみたいな、めっちゃええおっちゃんやねんけど、うん、嘘ちゃうかな、嘘ちゃうわ、なんで毎回エピソード疑うねんだ、あ、つぼみのことも書いてるわ、あの8月2日に発売してね、スカットサマラバで、今日のねここで5時半くらいからイエスシアター前にてチケットの手売りしますって、奈良順が違うやろ違うやろ、奈良順ついにつぼみのチケットまで売り出したん、奈良順順さんじゃなくてつぼみが多分チケ売りするってことをこうみんなに知ってほしいということで書いてくれてんのよ、あ、そういうこと、それだけ応援してくれてるっていうね、うん、次行くか、まあ、奥さんは、うん、その長い枕の可能性ある、ね、やめろお前そんなこと、なんで枕持ってディズニーランド行くねんだ、写真なんかあるやん、実際に結婚プリントアウトしてる、結婚されてんねん、見たことあるもん、え電車道で見たことあるもん、たまにそういう人もな、たまにいてはるよ、奈良市の嬢さん違うから、あ、そっか、お金持ってはるから、もうちょっとなんかその違うねん、それ枕の質じゃないねん、リアルな、で今の嫁って言ってはるから何回かねあったでしょうね、怖っお前ほんまそれそれは違うでそのやっぱ振り方は絶対ちゃうで俺まだ奈良順に追っても、すいませんこの間みたいな、いやいやいやって言える自信やん、もうお前のその振り方はちゃうで、俺が呼んだ時に思ったよ、今のって書いてあるってこと、まあまあええねんけど、それ別に言うやん、え言う、深読みしすぎやって、ま、別に言いますよね、それ言うよ、ま、へてへてみたいなことで言ってあるんじゃないって、いやーこれはあるで人がなってない、何がやねんな、すいません奈良市のじゅんさん、ごめんなさい、続いていきます、森口氏ラジオネームアビコさんからいただきました、野村さん、どっちやねん森口なのかアビコなのか、アビコさん、野村さん、コンさん、スタッフの皆さん、こんにちは、今日のテーマ最悪だったデートですが、昔付き合い始めた彼とのデートの時に前の彼女とよく行っていたデートコースだったのでしょう、あるお店の方 あるお店の方が彼に、今日はまた違う女の子連れてるやん、慌てる彼氏、無表情の私、そこから先は機嫌を取られてもただ気分が悪いだけでした、よく行くデートコースは仕方ないと思いますが、またって言わせるほど頻繁に女の子連れて行くのやめ、お二人はそういう経験ありますか、やっぱ嫌やけどなこっちも、まあ、絶対あかんよな、昔付き合ってた子とじゃあ仮によく行ってた店、うんうん、行こうってならへんけどな、そうやな、せやな、次の彼女をで、まあ、もしやっぱりずっとあってもやっぱ、うん、こうほんまに世話になってるお店やから、うん、マスターとか大将に紹介したいとかママさんとかね、うん、あんねやったら分かるけど、その店側のあれがよくないよな、そうやな、思んないよな、
まあ、言ったかはな、それはだって分かるもんなってさ、気づくしな向こうもさ、なんかギリいいラインもあるけどな、まだお前連れてる女の子ちゃうや、いやなんちゅうこと言うねんで行ける時と、うん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 、多分こっちはちゃうかったよな、違うやろな、ほんまにいらんこと言うなやって、まあ、女の子やっぱそれは嫌がるもんな絶対に、でも女も多いけどな、そうやねん、あのえあそどういうこと、それ同じとこ行くってこと、絶対ここ前の彼氏と来たやんってこと、来てたやんみたいな、あそう定位置ここやねんみたいなをちょっとやんわりした言い方で、うん、なんか座ったりとかしたら、いやもうとか、あなんか あるやんな、そんなん誰にやん、ちっちゃい子に、えらいちっちゃい子に聞いてないやろ、また多分ごめんね美味しそうにクーリッシュ食べてあるわ、いいの、何何よ、鼻くそ食べる、いやいらんやろ何してんねん、すいません、ごめんなさい、育ちええからめっちゃ引いてるわほんまに、ほんまに引いてるやんか、そりゃ嫌や、ごめんごめんな、ほんまにごめんね、変なおっちゃんらで、ほら、ほらもうやめ、ほら、あ、ちょっとやめろお前、お嬢ちゃん、でもな今は分からんかも分からんけど、うん、これから大きくなったらいろんな男の人と出会うと思うけど、うん、人前で平気で鼻ほじれるぐらいの男見つけや、よくないやろ、よくないよそんな男、やめてあげて、ごめんね、ほらもうどんどん離れていってるわ、ということで今日はですね、最悪だったデートを紹介しました、たくさんのメッセージありがとうございます、以上オンストメッセージでした、それではここで1曲聴いてください、ゆずでセンチメンタル、僕に教えて、ちょっと照れた君の横顔、今もまだ残っているから、子供みたいな冷やかした夜も、無邪気に笑ってた朝も、揺れ動く文字の全てを受け止めて、君を思ってる僕ら互いに鏡のように映し合って、確かめるように重ね合うように二人の答え見つけて
傷つき会った日々を失ったものと手にしたものに戸惑いながらはぐれた心のかけらを拾い集めてこの胸に真実の花を咲かせよう。イベントインフォメーション、さあここから本日吉本漫才劇場で行われるイベントインフォメーションをお伝えします。今日8月22日火曜日、吉本漫才劇場で行われるイベントは元就、出演はヘンダーソンさん、マルセイユ、ネイビーズアフロ、会場は18時45分、開演は19時、当日券は1800円です。その後は、あそぎですね、あそぎでいいんですね、この呼び方ね、出演はロックンロールブラザーズ皇帝、会場は20時45分、開演は21時、当日券は1500円です。皆さんもぜひ遊びに行ってください。そしてこの時間にもゲストの方が来てくれております。野村くんお願いします。エルフの荒川と春です。いいですか、いいですか、いいですか、王女様のところで、みんなハッピーなーダッサー決まりました、決まりました、ありがとうございます。千日前の風物詩、違う王女様で聞きました、はい、あ、王女様で、王女様ってできました、もう夢叶いました、ありがとうございます。初登場ちゃうやろ、初めです、初登場、あ、王女様、そうなんや、ほんまに震えてるんです、はい、今めちゃくちゃ緊張します、怖いんです、はい、え、そっか、何回かでも俺追ってるよな、あ、はい、あ、朝パチ屋で並んでたよ、ちょっと待ってください、何してんの、ある私朝から並んでません、なんかコンビニの前でなんか彼氏待ってたりとか、え、何、汚い女がやるやつを並べてません、ピカチュウのな、全身のボロボロのクロックス履いていや、いてそうやな、先輩、見た目通りやな、車庫低くないし大丈夫です、悪かった、そほんまどっちだ、その気になる、正直言っていいですか、周りが悪い子についてって、うん、私はもう一番にやられるタイプと言いますか、やられるって何、マジでみたいな、強いなみたいな感じで寄っていって、ほうほう、私は強いグループやでみたいな顔してた一番弱いやつ、ああ、まあ、いてるな、おるおる、ガス、合戦とかは一番先にやられるタイプみたいな、合戦なんか、合戦ないやろ、女で、まあ、女同士やったら合戦がもあるじゃないですか、あんの、はい、まあ、あんの、強い友達がいたら眉間にしまってるやろ何やねん、そう、合戦あって、え、その何、その女の人同士でそれ喧嘩みたいなこと、はい、そう、なんか戦みたいなのがあるじゃないですか、いや、ないですよ、それレディースみたいなのがあった、はい、あ、そんな、そんなじゃなくて、あ、はい、はい、普通に、普通にこいつだって南の方やんな、お前、あ、南の、はい、あの泉市というと岸和田の隣に、それはやっぱ合戦の一つもあるあるんですか、合戦もあるんですよ、そういう、そういうことなんか、弱い弱いあ、でもそこに一応これで番長に、これでこれでやってきましたじゃあ、はい、ごますって、ごますって、でもまあまあそういう土地で育ってきたんだよな、はい、そうですね、そんな神してた、いや、はい、そのなんか猫登るだけ上な、引っ掛けるし登れるしちょっと待ってください、オンスト様ですよ今日気合入ってますよ、いや、そうやな、入ってへん、入ってへん言ってたやな始まる前言うてたやん、そうや、何をですか、そんな服2日着てる言うてやん、ほんまに臭いから、でも入った瞬間野村さんが臭っ て, そうそうそう言ってはったよ、え、でもこれにはちゃんと理由があるんですよ、その何よ、不潔とかじゃなくて親戚の家行ってたんだ、不潔やってほんまに不潔やねん、そうですな、言ったけど本当親戚の家行ってたんですよ、芸人やから同期の家泊まってて帰ってないんですよとか、違うねん、朝までクラブ行ってました、この感じだな、うん、ぽい、
親戚の家寝てました。なんだすいません、着替えろよ親戚の家で。いや神戸にあるんですよ親戚の家が。あでその家かそれも帰ってないってことか。そうなんですよ。えこそっから直でここ来たん。はい、わっていうこと、ね、いやでもその前に別の服着てたんですよこの子。おでオンストの方に向かおうかって言った時に、うん、ちょっと待ってくれって言ってコンビニ入って洗ってない服にわざわざ着替えたんですよこいついやわざわざ着替えたんですよ。なんでいやだからオンスト様やからピンクを見てほしい。じゃあ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 それの気持ちは分かる。体さとか分かる、ね、見場の方が大事そうなんです。清潔感よりもはい、その綺麗な服に着たいのは山々なんです。でも荒川と、うん、今日まあな、ほんでこのブース前のお客さんには、はい、見てもらうからな。よかった、それだけがもう心の救いです私のそんなでだから、はい、ほんまにで香水つけてやろ、はい、その匂いがもう女臭いってしかもなんかその香水じゃなくてほんまに何付録でついてるのだいぶ臭いなんか女の子が初めてつけたみたいな。大丈夫です大丈夫、ドンキで800円ですから何が大丈夫だよ、ね、上品な匂いじゃないねんな。すんません女の子が地上でも匂いっちゃ匂いやねん。でも本当ですか、うん、こういう子がつけてそうな匂いではあんねんけどな。もう一瞬じゃあ私島流しでよろしいですか。何それ島流しっていうギャグ。何なん島流し作った今作った。え、使っていきたい。ギャグってこんな形で生まれてそうだあるな、なあ、はい、パリッとしてるやん。はい、パリッとしてる。パリッとしてるからパリッとしてへんかな。してますで。なんやねんパリッとしてへんかな。お前もダサいな。可愛いでしょ。え、何がダサいんすか。なんやろな。なんなん、なんやろ。え、可愛くないですか。え、ちょ、そんな見られる。可愛いかって言われたら微妙やな。え、微妙って。一番安は春はモテへんやろ。いや、モテますって多分モテますって。お前モテるんかな、どうなんやろ。難しいですね。いや、じゃあなんでお前に言われたらあかんねん。モテないですよ。荒川は同期にめっちゃモテそう。あーそのフランクやからな。そうあれじゃない。ええ、そこじゃない、そこじゃない。どこですか。何、なんかおったやん俺らの同期にも、うん、荒川っぽい見た目で、うんうん、早々に同期と付き合って、うんうん、消えてたやつ。ちょっと待って、それ私ほんまに言われるんですよ。言われる。めちゃめちゃ言われてて、ほんで他の先輩にも お前インディーズの先輩には気ぃつけろよって言われるんですよ。だからすぐちょっと待って私大丈夫やから抱かれへんからすぐ開きませんから何言うてんねん。ほんまに二度と呼ばれへん。いや違うんですよ私これの説はオンスト様で言わしてこれね、いや敬えてないオンスト様で言わしてください。これね私思うんですよ、その女芸人が、あるそういう女王のかわしその女王のかわしがあるって言われるじゃないですか。あれねどっちにもメリットないでしょ。まあそりゃそうやね。そりゃそうよ。やめてくれよってなるんですよ。ちゃんと付き合うならええけどもな。まあまあまあね、もちろんあるやんか。そういうまあまあね、まあまあまあでも絶対嫌やわ荒川は。なんでですか。もうなんか嫌やわ。ここ行ってもうたらなそう分かる。その自分にちょこっち見てから喋りたい。そうそう、お客さんがずっと白い目で見てるんですよ。河野さんヤバってなってる。本当に皆さん安心してください。ないよ。私はその一般男性行きまくってますから。いやちゃんもはい、それはそれでどうやねん。なんで丸く収まるか。なんでなんすか。待って、新たな問題出てきとるんですよ。冗談です。声はい、ちゃんと今もしてますんで。すいません。つらいよ。すいません、はい。いいよ。安心します。春がモテるかどうか。いや、モテますって。もうええよ、もうええよ、ほんでこっち。いや、もうほんまに掘り下げんといてください、多分。嫌です、傷つくだけ。渚よりなんかリアルな感じするの。あー。どういうことですか、リアルって。渚もなんかよう、そういうの言われてる女の子好きちゃうのとか。なあ。ないですよ。私女の子が ちゃいますって。がっつり元カレ未練たらたらですからめっちゃ未練たらたらですから。しつこいんですよこれ。あげたクリスマスにあげようと思って、その前に振られた時計を未だにつけてますから。すごいで、元カレにねあげようとしたやつ。別れてもう半年以上経ってますね。もうええやん。嫌ですって。ちぎろ今。じゃあマジで嫌っす。いいですかマジで嫌や。ちぎろうぜ。じゃあマジで嫌っす。引いてるやんちょっと待ってよ、嘘ですよ。めちゃくちゃ怖い見せ方だし、みんな大将そういうのあるから、ほらそうそうそう、そんな気持ちを、はい、なんなんお前ちぎろ怖いっすよ。未練があるのは良くないかなと思って、はい、ちょっとね、ほんでエルからもお知らせがあるから、あ
ちょっとそれ、はい、お願いしていい？いいですか？はい、はい、うん、明日8月23日水曜日、うん、20時45分から、うん、同期のジャイアントなでしことエルムの明日からも笑えばいいのにというユニットライブがございます。おーおー、会場が道頓堀ザザポケッツで、うん、前売りが1000円、当日1200円で、うん、まだチケットがもう少しだけありますので、うん、なるほど、 8枚余ってるんですよ。あ、もうすったやんか。ちょっと買ってくれ、皆さん来てください。必死、はい、必死ですよ。もうずっと必死ですから。私は明日か。でも明日です。もう4人で明日や、やばい、やばい、やばい。でもその8枚で完売。そうですね、そう、一応です、ね、すごいやん、すごいすごいすごい。いやでもちょっとやばいよこれ。じゃあほんま4人やから1人2枚打ったらな、はい、完売しますから。まあ、ちょっと頑張ります。はい、頑張ります。皆さん完売になるように皆さん、はい、よろしくお願いします。すいません、あげてください。というわけでございまして、この時間のゲストはエルフのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。待ってね、ちょっと待って。ちょっと さあ、お別れの時間が近づいてきました。今日お便りを送っていただいた方の中から3名の方にサイン入りステッカーをプレゼントします。まずはラジオネーム、たぬきなべさん、ラジオネームもっちゃんさん、ラジオネーム奈良市のじゅんさん、わあ、以上3名の方にプレゼントします。おめでとうございます。ありがとうございます。この番組にはリスナーの皆さんからお便りを募集しております。来週のオンストメッセージのテーマはハプニング発生、ハプニング発生。あ、え、ほんまですか？始まな、後輩の前で。なんか勝手に発注って見えてますこれ。ハプニング発生、ハプニング起こった、ハプニングを送ってきてください。お便りは来週8月29日火曜日のお昼2時半までにお送りください。メールアドレスは onst@esf.jp、 onst@esf.jp、 プリマナのオンストまでお寄せください。お待ちしております。さあ、エンディングです。エルフにもお付き合いいただいて、ありがとうございます。認めてたみたいな。お邪魔したか。はい。告知やったんで、すいません。1個だけお知らせね。8月26日、サマクロありますから、ぜひ皆さん来てください。エルフみたいな。いや、私らはないんですよ。そうか、まあ、今、はい、劇場には入ってないよね。そうなんですよ。アップトゥーユー、はい、入ってるか。今日はまだな。まだ誰も入ってない。はい、でも名前は結構聞くよな、いろいろ。いや、いや人気もあるやろ、だってアンダー3やったっけ、なんか。いや、もうネタがおもろないんですよ。そんなことないやろ。同期巻き込んで言ったらあかんか。エルフがね、エルフがよ、ちゃんとみんな面白いんですけど。面白いネタをじゃあ作るっていうね。もうどんどん女芸人出てくるし、ね、おもろなりたいんですよ、まあ、私、ね、どんどん出てくる顔やんか。男女8期やろ、何年目よ。2年目です。こっからやっけ。めちゃくちゃやん、2年目なんか。ありようなんぼでもあるやん。本当ですか。ええやん。もうなんか分からんなりすぎて、宇宙のネタをちょっと今考えてるんですけど。どんなネタや。どうもこう、テーマ宇宙。はい、その警察官がその宇宙行ったらどうなるんやろうみたいなのを考えてるんですけど、もうどうにもこうにも進まなくて、ちょっとやばいんですよ。飛んでるネタは日本日本やりたいことやるネタ作ってってええと思うね、うんうん、それはあのブレへんっていうところで お前の面白がってんのやってたよ、うん、あとは女芸人ってよく言うけど、うん、お前ら喋る2人とも上手いから、うん、絶対重宝されるからベタでええからめちゃくちゃちゃんと寄せで受ける漫才2、3本作っとったらもうあと絶対いける。飲んでる時に言えよ。ちょっと待って、こんななエンディングギリギリに言えよ。ちょっと待って、おい、釣り終わんねん、もう今日これ涙出そう。いや、ほんまにめちゃくちゃ勝てるとこおるからな、お前ら。ほんまにゆっくり喋りに行き、後で、ほんならめっちゃ羨ましいもん、そういう意味ではな。頑張りしろがあるから、俺らほどぼやっとしてないから。というわけで今日の夜7時からはつぼみのジャングルレディオをイエスシアターサテライトスタジオから公開生放送でお送りします。あー臭い。そしてあー頭こすいて。明日の放送で、明日これ明日の放送はセルライトスタジオ休みで見取り図さんがお送りしますんで、どちらもラッパーの方です。ラッパーの方です。本職は芸人です。この番組はこちらから公開生放送でプリマダンナ河野と野村とエルフのハルト荒川でした。それではまた来週聞いてください。さよなら、バイバーイ。ありがとうございます。ハッピーでーす。イエイ。このです。
吉本の若手芸人が多数出演するサマクロが8月26日に開催決定。チケット1枚で吉本漫才劇場などの南の各6会場を渡り歩くお笑いバージョンの夏フェスです。チケットは3900円で発売中。詳しくはサマクロ2017を OT2Iで検索してよー。